ホワイトサンズミサイル実験場の置ホワイトサンズミサイル実験場はアメリカ合衆国ニューメキシコ州にあるアメリカ陸軍によって管理されるロケット発射場である。同実験場は1945年7月9日に設立され、かつてはホワイトサンズ性能試験場と呼ばれていたが、1958年5月1日に現在の名称に改められた。 世界初の核実験であるトリニティ実験が行われたトリニティサイトはこの実験場の一角にある。敷地は南北方向にほぼまっすぐな橋のかけた長方形で南北 160km、東西 64km ある。 ロードアイランド州のおよそ3倍の約3200ミニに及ぶ広大な領域を占めるアメリカ合衆国で最も大きな軍事施設である。アメリカ合衆国ニューメキシコ州のオテロ軍、ドニャーナ軍、シエラ軍、リンカーン軍、ソコロ軍にまたがって位置し、その大部分はオルガン山脈、サンアンドレス山脈、サクラメント山脈の間に位置する低地、トゥラロサボン地にあり、北部は ホルナダ、デルムエルトにもかかっている。アラモゴードとラスクルーセスの間の国道を70号線上にあり、ミサイル実験場で実験が行われている間は、国道はしばしば安全上の理由で閉鎖される。関係者が住むメインポストはホワイトサンズ CDP に指定されており、ホワイトサンズ国定記念物の全体が実験場敷地内に含まれる。 ホワイトサンズミサイル実験場の地図。地図中央上よりにトリニティサイト、下よりにホワイトサンズ宇宙港がある。網掛けの部分がホワイトサンズ国定記念物である。敷地下端のメインポスト WSMR は約8平方キロメートルの居住地域であり、ホワイトサンズ CDP に指定されている。ホワイトサンズ実験場博物館もここにある。 ホワイトサンズ国定記念物付近の兵士たち、実験場の名前のホワイトサンズは、文字通りこの地域に広がる白い砂丘に由来する。この砂は、周囲の山から進出したもので、石膏の結晶からなる。ホワイトサンズ国定記念物が、試験場に隣接していて、独特の生態系が存続している。白い砂の帯の領域は、近隣のホロマン空軍基地まで広がっている。 この地域は滅多に曇らないため、上空の衛星軌道からでもはっきりと見える。1945年7月16日に、世界初の核実験である、トリニティ実験が行われたトリニティ実験場は、実験場の北部とホルナダ、デルムウェルトとの境界付近にある。第二次世界大戦終結後ドイツで捕獲された部位に、ロケットはヘルメス計画によって、リバースエンジニアリングのために、 WSMR へ運ばれ、1944年のペーパークリップ作戦の一部として、V2 ロケットの開発に関わった多くの科学者が、ロケットと同様にこの地に連行されてきた。ドイツ軍兵士のニューメキシコ州とテキサス州での外国勤務の後、ドイツに帰国する彼らの子供たちを教育するために、設立されたエルパソ及びアラモゴードのドイツ人学校で、 ブイニと共にこの地にやってきたドイツ人科学者たちから続くドイツの援護は今も生き続けている。アメリカ陸軍武器化は MGM-5 コーポラルを試験するためにカリフォルニア工科大学のグッケンハイム航空研究所と提携したオードセットプロジェクトの一環として1945年7月9日付で正式に投ミサイル実験場を設立した。 1945年春にはジェット推進研究所がホワイトサンズミサイル実験場で初のプライベート海ミサイルを試射した。今日では南に70マイルにあるテキサス州フォートブリスのアメリカ陸軍防空センターと WSMR は技術に貢献する領域の連続した帯を形作る。フォートブリスはロケット推進ミサイルの屋外博物館展示を持つ。 基地のそばの領土の最後の併合の物語は、エドワード・アビーの小説、ファイヤ、オンザマ運転・マウンテンの背景にもなった。2005年11月30日以降ホワイト・サンズ、ミサイル実験場のディレクターを務めるトーマス・アール、ベラード氏2005年11月30日まで、第26大司令官を務めた、ロバート・ジェイ・リース准将ホワイト・サンズ、性能試験場司代大司令官。 ハロルド・ターナー大佐ホワイト・サンズ性能試験場及びホワイト・サンズミサイル実験場の司令官は2007年現在まで27人務めている。初代はハロルド・ターナー大佐であり第26代のロバート・ジェイリースジュンショ将まで軍人である。現在の WSMR の責任者である第27代のトーマス・アール・ベラードだけが民間から起用されている。 ロバート・ジェイリース准将が35年の従軍の後、陸軍からの退役に伴う2005年11月30日の司令部交代式で民間人のトーマス・アール・ベラードが WSMR の責任者に指名された。ベラードは WSMR で最も好意の民間人である。アメリカ陸軍開発試験コマンドの司令官、マイケル・ジェイ・コンベスト准将は、 ベラードが WSMR の責任者であると力説した。1994年以降、6人の召喚に WSMR の指揮権があったが、その期間の間でリースの在任期間28ヶ月と最も長かった。陸軍省当局は陸軍がすべての指揮官を配置するのに十分な召喚を確保できれば、すぐに陸軍が召喚に WSMR を指揮する、要任命すると言っているが、これには少なくとも6ヶ月かかることになっていて、それより長くかかることもできる。ベラードの在任期間は2007年9月の時点で、すでに21ヶ月になっており、間もなく2年になる。2機の T-38 タロンを引き連れて、ノースロップストリップに着陸する、スペースシャトル、コロンビア。 NASA は1963年に実験場にホワイトサンズ試験施設を設立した。1963年から1966年まで、NASA はアポロ計画のために発射時脱出システムの試験を行うためにホワイトサンズで36番複合発射台からリトル上ー,ーブースターを発射した。最近ではホワイトサンズ宇宙港として知られる。 WSMR 司令部の北約45ミリ位置する着陸区域を NASA のスペースシャトル計画が使用していた。スペースシャトルの着陸地点の候補はいくつかあるが、第1候補のフロリダ州のケネディ宇宙センターと、第2候補のカリフォルニア州のエドワーズ空軍基地が天候不良等の理由で着陸できない場合には、最後の手段としてホワイトサンズミサイル実験場に着陸する。 過去に実際に WSMR に着陸したのはコロンビアのみである。アメリカ空軍調査研究所の指行性エネルギー局はホワイトサンズミサイル実験場内のノースオスキュラピークにある施設を管理している。ホワイトサンズミサイル実験場博物館のミサイルパーク。小立ちのようにミサイルが並んでいるのが見える。ギフトショップで売っているホワイトサンズミサイル実験場のロゴ入りマグカップ。 4ドル95セント。ホワイトサンズミサイル実験場博物館は、ホワイトサンズミサイル実験場の一角にあるミサイルの博物館。アメリカの宇宙開発とミサイルの起源、核の時代の幕開け、ホワイトサンズにおけるベルナー・フォン・ブラウン博士やクライド・トンボー博士の研究成果について知ることができる。実験場のロゴをあしらったマグカップ、T シャツ、 ベースボールキャップなどのオリジナルグッズをはじめ、インディアンの伝統的な銀製の送信具や人形を販売するギフトショップもある。また、博物館の屋外にミサイルパークがあり、50以上の実物のミサイルがアメリカ陸軍のものに限らず多数展示されている。休館は祝日のみで、開館時間は8時16時。ミサイルパークは、 日の出から日の入りまで立ち入ることができる。入場は無料であるが、軍事施設の一部であるため入管希望者は、門のビジターセンターに立ち寄り、そこで身分証明書の提示をして、入門許可証の発行を受けなければならない。さらに、保安要員による入れたい文字のチェックも行われる。ホワイトサンズミサイルレンジ、トップページ。USRMY a。 2007年10月21日閲覧。デベロップメント・オブ・ザ・コープリル。ザ・エンブリオ・ブ・ザ・アーミー・ミサイル・プログラム。ボリューム2。アーミー・バリスティック・ミサイル・エージェンシー。2009年3月27日時点のオリジナルよりアーカイブ。2008年4月12日閲覧。M. グラントマン。ブレイジング・ザ・トレイル。ザ・アーリー・ヒストリー・オブ・スプスクラフト・アンクトリ。アヤー・レストン。 2004 ISBN 978-1563477058ブルースジョンポンカルマンマリーナレイドザグラウンドワークフォーザフューチャー JPL JPL 2008年4月12日閲覧スティーブラミレスラスクリュセッサンニュースリープリンテッドアズディレクターナウリーズミサイルレンジインザエルパソタイムズディセンバー1 2005P6A ホワイトサンズプルービンググラウンドホワイトサンズミサイルレンジコマンダーズホワイトサンズミサイルレンジミュージアムホワイトサンズミサイルレンジヒストリカルファンデーション2007年9月9日閲覧ホワイトサンズコマンダーズホワイトサンズミサイルレンジホワイトサンズミサイルレンジ2007年9月16日閲覧アバウトホワイトサンズテストファシリティ NASA ホワイトサンズ、テストファシリティ、NASA、2008年4月12日閲覧。ホワイトサンズスペースハーバー。NASA、ホワイトサンズ、テストファシリティ、NASA、2008年4月12日閲覧。レイザース、マイクロウェーブテクノロジアマングアフラル、S、ダークテッドエネルギーダークターット、S ワークス。カートランドエアフォースベース、アフラル、2008年4月12日閲覧。 ホワイトサンズミサイルレンジミュージアムゼネラルインフォメーションホワイトサンズミサイルレンジミュージアムアフィシャルウェブサイトホワイトサンズミサイルレンジヒストリカルファンデーション2007年9月22日閲覧ありがとうございます